はい、こんにちは、スプラウトエルの梅ちゃんとベルちゃんです。見てこれ、なんて魚これ。ペヘラガルト。ペヘラガルトっていうワニみたいな魚なんだけど、メキシコのね、ここでしか食べれないんだって。ちなみにね、今日は3月20日、2020年3月20日、まあ、観光地のレストラン、見て、うちらだけ。やばくない？プライベートだね。やばくない？ちょっとやばくない？で、多分お店の人も中にいるし出てこないし、とりあえずね、俺がここで踊ってもね、何も問題ない。今ね、3月20日で、たまたまメキシコにいて、1ヶ月前ぐらいメキシコに来て、コロナウイルスっていうの？そう。が、なんかメキシコにも、なんだろう、ニュースが来てて。そうだね、めっちゃどこでもニュースが流してて。そう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 。で、なんか1ヶ月前に来たら、そう、10日前だよ。10日前はまだめちゃめちゃ人いたの。で、みんなマスクしてないし、コロナなんかメキシコ大丈夫だぜみたいな感じだったけど、マスク使わないの？って言ったら、ね、2020年の3月20日が今この状況、もうお店には誰もいない。ちなみにね、この近くの遺跡にいたんだけどね、バレンティン遺跡っていうところに行ったんだけど、あんな空いてるの見たことないんでしょ。見たことがない。いつもめっちゃ人がいる、超混んでる。超混んでるよね。だからもう貸し切り状態だったね、ほとんど。道路も誰も車は走ってないし、まあなんかこれが今のコロナウイルスのメキシコの現状です。2020年3月20日。まあ、多分どんどん変わっていくと思う、いろいろ。ペルーとかチリとかは国に入った人はもう入れない、出れないっていう状況になってるよね。そうだね、アルゼンチンもそろそろだと思う。ということで、まあ、興味があったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴ。あとなんかやってほしいこととかあったらまたコメントください。アディオス。